マーズフィットで毎月でチューニングという発表させていただきます。よろしくお願いします。金子健介と言います。刺身というハンドルでブログ書いたりしてます。でマーズフィット、こちら公式サイトですね。でマーズフィットというのは何かというと、マイスケール用のユーティリティ集、そスクリプトのことです。で作者が実践ハイパフォーマンスマイスケールの著者の、まあ、一人の人が作ってます。でロゴがなぜかこうエジプトっぽくてなんか気持ち悪いなと思うんですけど、まあそんなことはどうでもいいですね。でパールスクリプトなので内容は読みやすいです。で MK なんちゃらっていうプレフィックスがついてるんですけど、コメント含めて全部で12万行ありましたけど、まあ読みやすいです。でマイスケールのチューニングというと、まずやっぱりエクスプレインをするということ、小インデックスでインデックスを確認する、これからスロークエリーログですね。でスロークエリーログを出しておいて、マイスケールダンプスローとかそういうツールで解析したりするのが常道だと思うんですけど、 MK クエリーダイジェストと MK クエリープロファイラーっていうツールがマズキットにはあります。MK クエリーダイジェストっていうのは何かというと、スロークエリーログの統計データを表示します。 MySQL ダンプスローの豪華版みたいな感じで、オプションがすごく多いです。あとドキュメントがすごく丁寧に書いてあって、パールドコマンドで読めます。で使い方としてはこういろいろオプションとかあるんですけど、スロークエリーログを引数にしてやるとこうずらっと出ます。多分ちっちゃくて見えないと思うんですが、あって資料の方を整形してどっか上げますので、お時間ある方は見てください。でこれだとその一つのテーブルのクエリがすごく多かったんですね。続きのこちらはそのさっき出ていたやつっていうのは全体の統計情報で、これはその特に遅いクエリがどんな風かっていう個別に見れるやつが出るんですけど、これでまあ注目するすべき部分っていうのは実行時間がやっぱり一番気になるところで、これはすごくダメな例で、平均で258秒もかかってるんですね。まあ遅すぎて話にならないっていう感じなんですが、これをチューニングしていきたいという時に MK クエリプロファイラーっていうツールが別にあります。でエクスプレインよりももうちょっと詳しい情報を知りたい時っていうのがあると思います。例えばリスクの IO がどのぐらい発生しているかとか、そういうことっていうのを知る時にプロファイリングっていう手法が使えます。で MySQL の新しい目のバージョンだとセットプロファイリング1っていうのをやるとプロファイルを取れたりとか、あと O プロファイルっていうんですかね、使ったことないなんかそういうツールもあるらしくて、そういうのと同じような MK クエリプロファイラーっていうツールがあります。これのいいところは導入がすごく手軽にできて、デブとか RPM とかあるのでサクッと入れられます。あともちろんパールスクリプトなのでスクリプト単体で入れられることができて、依存モジュールとかも全然ないので本当にダウンロードしてすぐに使えます。あとまあ実行結果が多分ちょっと生々しいプロファイルツールでは見やすいんじゃないかなと思います。で使い方としては、まあ、これはその SQL の文を書いておいたファイルとかを読ませたりとか、標準入力からも読みます。でこうずらっとさっき あの統計で出したデータとは違うクエリの実行結果なんですけど、まあ、ずらずらずらっといっぱい入れていきます。で今回もともとチューニングの時にディスクの IO を気になっていたので、そこに関係性の部分を重点的に引っ張ってくると、これ1回の時刻に303秒かかってますね。でいろいろ見てると真ん中の方のところに、真ん中の方なんですけど、ディスクからの読み込みっていうのが結構いっぱい発生してて、これが遅いんじゃないかなと。で同じクエリのプロファイル結果なんですけど、さっきの後の直後にもう一回やったやつっていうのは今度は 0.6 秒で終わってて、ディスクからの読み込みは全然ないんですね。なのでまあこれはもちろんバッファープールに取ってるから早いんだろうと。なのでやっぱディスクの読み込みが遅いのがクエリのボトルネックだったんだなっていうふうに判断しました。でこの MK クエリプロファイルは何をしてるかっていうと、ほとんどはそのオプションのパースと出力を整形することをやっていて、実際になんかやってると仕事をしているところも見てみると、ショーステータスとかを出してそれを整形しているようなすごい簡単なことをしていました。で以上のプロファイルの結果とかを踏まえてどういうふうにやったかというと、ディスク側のやっぱりランダムリードが発生して遅くなってたんだなと。なのでカバリングインデックスを使えるようにしてインデックスを追加っていうことをしました。参考書籍にこういうすごいためになる本があるので、よかったら見てください。あと自分のブログにも少し書いたんで、よかったら読んでください。でチューニング後です。すごく早くなりましたっていうことで、この辺はまあちょっと細かいので、で MK クエリーダイジェストはこう統計情報をすごく早く把握できるの で情報量がすごく多いです。 95% のクエリが何秒もかかっているとか、そういうことも分かります。ただちょっと情報量多いので慣れるまでは読みづらいかなと思います。
あと MKQL プロファイラーはすごく詳細なデータが取れて、まあ、小ステータスとか小エンジン、DB ステータスなんていうのはデータベースのことをやってる人にはまあよく知られてると思うんだけど、そういうのちゃんと見るのも大事ですけど、こういうツールでざっと把握するのもいいのかなと思います。終わっちゃったんで、すいません、終わりです。